電車で横に立つスーツのお兄さんが大量の汗をかいてた。最初は、そんだけ肉付きが良かったら汗もかくだろ、と思ってたけど、尋常じゃない汗とうつろな目に心配になって声をかけるも上の空の返事に本気の危険を感じて、次の駅で降りてホームで休むことを勧めてたらうなずきはしたけど、その次の駅に着いたところでお兄さんはふらふらと歩き出したホームで崩れ落ちるように倒れた。声かけた手前見捨てることもできずに私もそこで降りて119。周りの人に助けてもらって解放してたら朦朧としたお兄さんが失禁しだしてビビった。救急車に運ばれるお兄さんを見送ってその場は終わったんだけど、後日駅で再会したお兄さんからぜひお礼をと連絡をいただいたことをきっかけに親しくなった。そのうち私の家族とお兄さんも仲良くなって最終的に旦那さんになった。あれの。おかしくね？惚れるなら私にじゃね？って言ったら二人に苦笑いで謝られた。別に良いんだけどね。祝福したんだけどね。ドンマイ、君はいい人だから、もっと良い彼氏が現れるよ。ありがとう。まあ、太っちょだし優しくて人がいくて損ばかりしてるお兄さんなんて。痩せっぽちな上に大雑把で明るく優しくて笑顔が可愛い姉程度がお似合いだよ。でも本気で思う。二人にはずっと幸せでいてほしいって。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。